ナマステ、こんにちは。私、HIS デリー支店、ビクラムと申します。本当にありがとうございます。わざわざ時間いただいて、なんか、星占い、手相の方に参加していただきまして、本当にありがたいです。はい。一応、お客様、私、通訳としていろいろご案内いたしますので、一緒にいる方、ラブさん、すごい人気な方でございまして、だいたい25年前からこの仕事をやってまして、なんか自分の仕事と言われてます。なんかお父さんも同じことをやりました、はい、お父さんのお父さんも同じことをやりました。すごい人気な方で、日本でも行って何回も星占い基礎の仕事をやってきましたので、楽しみにしてください、はい、始まる前にお客様からいただいている生年月日ももう一度確認したいです。なんか我々がいただいている生年月日を言うと、1991年の6月の30日で合ってますでしょうか。はい、合ってます。ラピー、オネストイマンダレ。なんか、オネストと言われてます。正直な方です。おお。はい。すごい賢いな人ですよって言われてます。なんか、アートの関係ですごい興味がある人だと思います。おお、ラピー、アステスコニア。せっかちな人ですよって言われてます。じゃあまずはお客様の恋愛のことから説明が始まりました。来た。だいたい3年間前からなんか上がったり下がったりことが続けてます。へー。アビエティスカ、まだまだ30歳ですね。はい。31歳から35歳の間で、来年からだいぶ運気が上がってくるだと思います。お客様の今年の5月の1日から運気が上がってますよって言われてます。そうなんすか。あと、失礼いたします。34歳から38歳の間で一人子供もできるよって言われてます。失礼いたします。恋愛に関してはもう一つお願いがあります。出会い、はい。恋愛の考え方とご仕事の考え方を分けてください。はい。というようにお願いします。恋愛に関しては言うと、お互いに話して、話し合いにして、少し妥協が必要だと思います。仕事に関しては問題ないです。問題あるのは恋愛だけですよって言われてます。なるほど。恋愛の方が問題があると。どんな方とこう出会える？星座的には今から言いますね。4月の21日から、はい、5月の21日の間に生まれた人と相性がものすごいいいですよって言われてます。へえ。これからお客様のご仕事に関しても説明が始まります。これ人間関係バレるみたいで。今どういう仕事をしてますか？音楽と、あとその声を当てる声優をしてます。ये म्यूजिक से रिलेटेड काम करते हैं और बोलने का काम करते हैं। बेस्ट है, बहुत बढ़िया। बेस्ट दिस यो って言われて。おお、やった。これからお客様の健康のことでも説明が始まります。これ人気ヘルスケバレも具体的。気になりますね、健康は。胃か、ペットか、おエラチかあれ。お客様健康のことで言うとあんまり問題ではないんですけど、少し気道が弱いとお腹の調子が弱いです。はい、おお、そうですね。はい。季節の変わりでも具合が悪くなります。そういうエネルギーがありますよって言われてまして、例えば夏から冬になって、冬から夏になるとき、季節の変わり目でも具合が悪くなります。めっちゃ弱いです、季節の変わり目。これでおるこいばりディッカッパシャニトニエ。あんまり大きな病気ではないので、問題ないだと思います。はい。はい、お客様だ。これからお客様の何か特別なことをやるために、なんか新しいことを始まるために、ラッキー番号、うん、ラッキー曜日、ラッキー色、うん、とラッキー誕生石も教えます。おお、大事ですよこれは。お客様のラッキー番号は3、12、21、30でございます。おお、これがお客様のラッキー番号かラッキー日付でございます。これからラッキー曜日をお伝えします。ラッキーデーバタイエ。サンデー、オータスデー。
あの日曜日と木曜日でございます。日曜日と木曜日で、この日付が当たったらか重なったら、その日に何か特別なこと、新しいことやったらすごいラッキーだと思います。White, orange, yellow, blue. なんか白色、オレンジ色、黄色色と青色でございます。へぇ。この色も一日に自分の生活に使った方がいいと思います。とてもラッキーだと思います。自分の、あの仕事の名前がどうなのかなと思って、今、天月っていう名前であの活動していて、でそれがその天月っていうのがその空とそのお月様ムーンが入った名前なんですよね。天月って読むんですけど、どうなのかなと思って、なんか自分の仕事の名前として。ベストこれもベストですよって言われてます。ああよかった M とテクニスケリエ、あの A も大丈夫です。一番最初の字 A も大丈夫し M も大丈夫よって言われてます。うん、これからお客様の誕生石の石はどの石ですか、何曜日に何時にどの指につけたら気になりますか、それもご案内いたします。はい、ワイストーン、また言え、ワイストーン、なんかムーンストーンでございます。右手の薬指にムーンストーンという石がつけたら、はい、あの月曜日の朝9時までに1回つけて、ずっと2年間つけっぱなし。失礼いたします。なんか仕事の関係で指輪とかはダメだったらペンデントにしてもいいですけど、耳にはつけた方がいいんですね。で今度あの何ですかね、そのアリーナツアーってそのライブがあるんですけども、それがこう成功するためにはなんかどうしたらいいかなみたいなの。オムナマシワイカドクタリマントラを教えます。なんかオムナマシワイというマントラを唱えると自信が出るだと思います。集中できるよって言われてます。オーナマシバイ、おー、はい、どういう意味なんですかこれは。なんかオーンの意味は日本のマンジーという同じ意味なんです。ナマシバイはヒンドゥー教の破壊の神様、シバシの名前なんです。はい、はい、なんか悪いことを全然近づけないです。うーん、オーナマシバイというマントラをナマシバイ毎朝11回ぐらい唱えると、11回オッケーです。自信が出るだと思います。わかりました。あ、じゃあもう一個だけいいですか。どうぞ。はい。友達を増やすにはどうしたらいいですか。必ず人の話を聞きながら相談しながらやった方がいいと思います。それもだんだん増えてくるだと思います。わかりました。せっかちなとこをまず直します。わざわざ時間いただいて。いえいえ、楽しかったです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ナマステ。ナマステ。はい、というわけでね、今回はインド占いをね、体験したわけでございます。そうですね、やっぱなんか自分で意識しててもなんか占いとかでやっぱ言われると、なんか改めてで、ね、思い返すこととか、なんかあるので、すごいいい機会をいただいたなっていうのと、あのね、ちょっとせっかちなところは直そうかなと思いますけども。でもなんか今後のことは基本的にやっぱなんか、今あるものをね、頑張っていくのがね、一番良さそうな感じではあったので、ちょっと、大生芝を毎朝11回唱えて、あとはムーンストーンをね、ちょっと身につけて、そうなんですよ。僕誕生石がムーンストーンっていうね、ちょっと縁もあって、なんで、そういうとこちょっとパワーを貯めれるようにね、意識していこうかなと思います。 HIS では街歩きサファリ体験や、占い料理体験など、日本も含めて世界中のオンライン体験が楽しめます。ぜひ皆さんも体験してみてください。天月でした。